はい、ということでまたね、はい、和樹くんのおすすめの、はい、VIP カー、はい、もう一台ちょっと紹介したいと思います。ナックルズ TV。 今度はシンプル系のビップカーで、自慢が、ビップカー20何年や30年近い歴史の中で、はいはい、初めてエアロ組んでないのに表紙になってくる。ありがとうございます、はい、雑誌ですね、はい、雑誌で、おー、はい、ビップカービップスタイルってあるんですけどね、その中でもトータルでしてもエアロを組んでなくて表紙になった車っていうのはこれ1台なんです、はいはい、それはやっぱ何がどういいんですか。やっぱりこのエアロを組んでなくてもこのトータルバランスでこのかっこよさ、いかつさ、フェンダー、ほんでフェンダーはやってるんですよ。でやっぱりこのいろんなこだわりが詰まって、はい、そういうところ極めてるからいいんじゃないかなと思います。なるほどね。ナックルズ TV 見てください、この煽られたら嫌な車ナンバー、トヨタセンチュリー。もう偉いさんが怖い人しか乗ってない車ですからね。これ見てください、この令和の時代にナンバー真っ黒。こういうナンバーありてください、この令和の時代にフルスモーク。真っ黒でダメよね。もう乗ってたら見てください、彼の歯しか見えませんよ、この白い歯ね。さっき窓越しにね、はい、乗ってる窓越しにこうピューって開けた時には、はい、もう天板に出てくる人しか悪い人のその基本のさ、もうメガネもね、この白竜モデルですからね。買いました、はい、自分だって、まあ、ちなみに僕もお揃いです。いやいやいや、でも本当シンプルなんだけど、はいはい、ものすごいまとまりがあるんですか。すごいですね、はい、これフェンダーやっても分かります、うん、出ててこうギリギリなんですよ、ツラ取ってるんです。彼のすごいところは、うん、割っても割っても直すんですよ、すぐ直すんですすぐ直します。ナックルズ TV 改造箇所っていうんですかね、はい、あ、シンプルすぎて僕ら素人には、あ、そうです、本人からちょっと、ね、ブレーキ、ホイールブレーキ、はい、ブレーキも大きいやつ入れて、お、すごい、何ポットとか言わないで、大きいやつ、大きいやつ、これ8ポットっていうやつなんですけど、円盤がでかいわけですね、はい、円盤がでかいのと、あのキャリパー部分がでかいっていうので、おで自分の会社のロゴを入れてもらって、おお、宣伝してますね、はい、やばいな、これ好きなんですよ、自分はい、自分大好きなんですよね。でこういうふうにあのフェンダーダクトっていうのをこう刻んで、はいはい、あの造形してるんですけど、これどういう意味があるんですか。これ特になもう見た目がね、風を伸ばすとか、それ、あ、熱逃がすとか、ほんまはあるんでしょうけど、これにはないです、はい、リップがほぼ見た目だけです、はい、そうしまして、はい、でボンネットがこういうふうにちょっとあのラインをきれいに入れ直して、ほんまこんなもっと滑らかなんですけど、ちょっとつまみを高級と入れて、あの技を見せてるというか、小技聞いてますね、はい、巧みですね、はい、巧みですね、本当にで、あとはもう後ろに回ってもらって、まあ、はい、まあ、こう全部フェンダー出してんのとか、はい、あとはまあウインカーをちょっとこっちに移植、もともとはそっちについてるんですけど、そうですね、移植してこっちに流れるようにしてんのと、あとはもうこういう風な羽、こういう風なのを綺麗にワンオフで造形してるんで、これもオリジナルで、あのキャンディーレッド、ソウルレッドっていう色なんですけど、塗ってもらって、塗ってもらってて、魂の赤です、魂の赤。あくまでもシンプルに、そうですね、いじってなさそうで、きっちりいじってるっていうのが一応コンセプトなんで、あれ、あ、で大事な、かっこいいマフラー、大事なありますわ、ケイブレイクさんのマフラーを。レブ聞いてもうた。レブっちゃった。ナックルズ TV。これはでも本当に、あの、なんていうんですかね。
シンプルイズベストという言葉が、ね、そうですね、似合う。もうほんまに普段から乗り回してるんで、街乗りしてるんで、もう職質上等っす。はい、しょっちゅうっす。自慢ですかそれ。でも切符切られたことないっす、はい、大阪は大丈夫っす。あれ、これもう言うたら、あれ優しい。あ、これは車庫帳って言って、もうこのままで。僕はもう走ってる時も低いのが好きなんで。なるほど、ね、駐車場行ってもガリガリ吸ってますね。決して逃げないタイプ。はい、で割れたらすぐ直す。ナックルズ TV 今後のどんなのか、はい、なんかちょっとコメントいただいてもいいですか。今後の結果も。ほんまですね、48歳になってこう罰なしの独身、誰も相手してくれないんで。だって怖いですもん。またよかったらこの白い歯あの火つけましょう。金はあるぞ。お金はちょっとあるみたいです。サプライズ、なんとですね、このケーブレイクさんの近所に、私がこよなく愛していた、貴婦人のメンバーの一人が住んでいて、サプライズでいきなり来てしまったという、そんな感じで、登場してもらいました。ゆうこちゃんでございます。どうもお久しぶりです。ずいぶん発育されてね、はい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 、相変わらずでもなんか元気いっぱいな感じでね、はい、はい、そうです、そうっすよね、うん、いやーでもおーすごいですね、お金かかってるんですよ、お金かかってますね、はい、ゆうこちゃん最近も、うん、もう30年経つ今も、うんうん、まだまだ元気に車をいじったりとかしてるという話で、うん、はい、今日はなんか参加したいですって突然来ましてですね、そら断るわけにいかないでしょ、僕としてもね。ということで今日はこれ何ですか、この車。これはやからの車と言います。ナックルズ TV、はい、これね、あの俺たちのあのティンズロード時代のね、あのグラちゃんとかね、そうそういうとこでよく今見かけましたわ。あって、何これ。これあパンク用のタイヤじゃないこれ。これが今流行ってるスペア仕様ね、うん、流行ってるんだ、そうちょっと掃除ぐらいしてる。本当だ、汚い。汚いよ。うん。汚いな。タオルも敷いたまま、これは暑いから。うん。昔も大雑把だったけど、今も大雑把ですね。そう。大丈夫。そうそう、まだね、途中なのこれ。まだ。あ、途中なの。そう、途中なの。うん。途中で来ちゃったんだ。そうなの。なるほどね。うん、このなんていうの、ワックスっていうのこれ。そう、ワックス。うん。ね、そう。派手というか、悪用にここカットしてある。カットした。うん、そう。おほさっぱだね、これもね。そう。これも何これ、なんかボルトで。そう。これいいんだ、これ。いいの。これがいいの。いいの。なんだっけ、車種はなんだっけ、クレスタ？マーク2。マーク2か。うんうん。マーク2、懐かしいよね。でしょ。今度あのピンクにするからよろしく。ピンクにするの、うん、全部ピンクにする、全部ピンクにする。あ、ここは水色にするかな。一応聞くけど、うん、なんか自慢のポイントは、あのポイントこの雑いところ。いやでもね、ついてますよ。そうね、竹槍ね、そう、この穴の角度が、うん、これがいいのよ。そう、このキャーッつところがいい。お正月のあのマッチの、うん、あんな感じだよ。そうだよ、うん、角松、うん、角松マフラー。そう、そう、素晴らしいですね、この雑さ加減ね。そう、超汚ね。これは動くの。動く。クーダーモデルじゃないからね。あ、そう。動かないのかなと思っちゃった。そう、うん、動いちゃう。ちょっとさ、うん、乗っちゃう？ナックルズ TV。よいしょ。いや、ゆうこさんの車にまさか乗るとは思わなかったけど、なんかいろんなゴミいっぱい置いてたけど。
これはこれもいやいいから、あ、いい、あ、いいから、いいちょっと俺怖い、あ、じゃあベルト閉めてね、ベルト閉めてね、こんな低いのすごいね、いや初めてじゃない、ゆうこちゃんの乗るのね、うわー、あ、こっちそう。ナックルズ TV。 これで多分皆さん、この私の揺れで分かると思うんですが、相当乗り心地悪いです。